楽しく体を動かしながら子どもたちに災害時に役立つ知識を学んでもらおうと、神戸市内の児童館で防災訓練が行われました。神戸市須磨区の上野谷児童館で行われた訓練には、小学1年生から4年生の児童およそ30人が参加しました。この訓練は子どもたちに楽しく防災の知識を学んでもらおうと、地域の防災コミュニティと消防団などが2012年から共同で実施しているもので、去年と一昨年は新型コロナの影響で中止となりましたが、今回3年ぶりに行われました。今日は災害時に利用される簡易トイレの組み立て方が説明されたほか、全員で力を合わせてバケツリレーや放水体験が行われました。訓練いろいろやってみてどうでしたか？楽しかったです。コースが重かった。ちょっと難しかった。練習したみたいにいっぱい体を動かして気を消したり、いざ言うときに子どもたちが動くことはまずないと思うんですけれども、やはりこう知識として持っていただきたいというふうに思ってます。家族でよく話し合って何が起こるかわからないので、その時は家族中がきちっとこう動けるようにしてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。参加した子どもたちは災害時に役立つ知識を体いっぱい使って一生懸命学んでいました。